こにあるから行かねえでいいよとか前に言ったよ。令和3年11月下旬、佐野は何がしからプレゼントされた還暦のお祝いに袖を通していた。あのおもちゃにはいくらにしても いくらにしてもいいよ。会後、お手上げ T シャツに身を包んだ佐野は数時間後の旋律をまだ知る由もなかった。坊ちゃんが俺をおもちゃにするのは全然いい。でも坊ちゃんが表に出てってわけのわかんない配信をすんのは、これはあのダメ配信なんだよ。なんで？何がしのアクティブな配信をダメ出しする配信論の佐野。似合うって違うよ。あれはあのテーマがないから。おいらくの落ちゆく様をテーマに掲げるノンフィクション佐野。うん、お湯割りの湯飲みをカランカラン仕掛けた佐野。人妻の親鳥に餌をねだる醜い佐野の子。そして翌日、しんちゃんいよいよ本気だな。しんちゃんが何がしの生活圏内に潜入していた。俺言ったの、坊にな、しんちゃんは坊ちゃんとラブホテルに行きたいんじゃないんだ。あんたと行くことで俺をいらつかせることが目的だからな。沼神は佐野を聞かせるアサシンに生まれ変わった。乗るのか乗らねえのかお前次第だ。もう先に釘打ってんな。ラブホ配信だよ。佐野はアサシンの真の目的を見抜いていた。いやいや、もう今日昼間コインランドリーで洗ってっから。花松に帰る。帰らねえよ。佐野はしくじった。違うの、すぐ洗ったならそんなコンビキせえへんの。ちょっとそっからまたえっていう方法だったから。佐野はドン引きされた。なんかうなちゃんの置き方がおかしかったから、もう帰るとこやってんの。どうしたんかなって。全裸で寝ていた佐野は起床の様子がおかしかった。ちゃんとその後即洗いに行ってたら何も思ってへんよ。あ、もうマジ無理よ。佐野はマジ無理だった。グラコログラコオン。佐野は全裸で社外グラコロのマットレスにぶちまけていた。泣いたんじゃん、あれは無理。佐野のベッドルームが何がしが泣き叫ぶ泥だらけの戦場と化していた。もう見えない理科して言うてるけど、ただその水が出ただけでそれ飛び引きしねえよ。佐野は泥だらけの戦場を理科していた。今日洗濯しっ定やろ。さっき喋りながらそのあとすぐ洗いに行った。ホーム化してるやん。どうも行ったかどうかこれで大丈夫言ってたから。ようやくすると佐野は寝具に噴出した泥をティッシュで拭い、消臭スプレーをかけ、ペット用のおしっこシートを敷いて対応していた。今まで丸い言ってたから、と思っても、その蒸発してなんか気化してたその成分が。で、いろいろ無理。佐野の寝泥は常習化していた。その手で鍵を持ってもらって渡してきて。佐野は泥だらけの手で合鍵を手渡した。帰り鍵まで消毒スプレーかった人生で初めて見たから、人間びっくりするとポカーンってなんねん。びっくりすんねん、水だけちゃうねん。ティッシュガーってそう染みていくから、うん大丈夫。んまだちょっと飲むな。シュ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 ガーガーって見て、あ、最後やっぱり嘘だ。そりゃそうやろうけど。いや、それで行くんだったらもう俺とこ来なくていいよ。佐野はアサシンとねがりにうんざりしていた。じゃあ今日の午前中に漏らして、今日の午前中に洗濯だよ。佐野は綺麗好きを拾った。
嘘ばっか言うなよ。俺見窓で見てっからな、顔崎。佐野は裏で配信していた何がしを監視していた。すいませんだろ、ブロック入れられたくなかったら。おい、俺笑ってんだぜ、おめえらのコメント。佐野はコメント職人を称えた。佐野よ、どんだけポンプかましてんのっていう話。佐野は真実から目をそらした。僕の好きなおじさん。あったんしたから今日こんなに作っちゃう。いい気候をお湯で割る下痢不祥な佐野。お前もう一人、いやいつも一人じゃん俺。不毛な戦いを開始する下痢無双な佐野。いや小さくないよ別に。拾わなくてもいいコメントを拾ってしまう佐野。ああだってコインランドリーは洗って乾燥まで全部やってくれるから。コインランドリーがねぎりを処理してくれる頼もしい存在だった。3ヶ月後また佐野さんのところに戻る予定らしいです。その3ヶ月空ける意味がわかんねえよ。3ヶ月脱臭期間の佐野ルーム。何回も漏らしてるのに洗ってないって。佐野がマットレスに描いた新進気鋭の作品を何がしは理解できなかった。だからペットシートで最初に吸い取って、それから畳んでコインランドリー持ってったよ。ねぎりを白状した佐野は何がしが話した内容とまだ齟齬が見られた。言ってないことあるけど全部言うぜなあ。佐野は巧みな言い回しで何がしを牽制した。そこまで行く。佐野は電波不良により言いかけてフリーズした。マットレス変え直さねえ。マットレスなんか引っ込んでねえから。佐野のマットレスは値切りを免れたと主張した。うちは言われて困ることないって。そうなんだ。佐野は言うことがなければ捜索するタイプの人間だった。酔ってて出ちゃったんですか。佐野は酔って全裸で就寝し余すことなく出ちゃった。もう洗って綺麗になったらいいんだよ。消臭剤が底力を見せていた。ただ傍若でもいい加減にしろこの野郎。おいお前よ調子乗んなよ。もはや佐野の暴言も下痢も誰にも止められなかった。あいつ今日何人来てんの、あの枠。もう俺切っちゃってるから。佐野ネタで270だったら大したことねえな。焼き回ってんな。自らを下げすんでいく佐野。 NG ユーザーも入れてだろ。何がしの視聴数を認めたくない佐野。サウザー、俺だから二窓してるから。それね、あんたポンプだろ。佐野は何がしの配信を閉じたと言いながらしっかり監視を続けていた。本気の下痢がびっしり出てたと暴露してるぞ。佐野は下痢だけの感情を視聴者にぶつけた。コメント見りゃわかんだよなろ。50インチのおめえよ、モニターで二窓してんだからよ。佐野は唇の競争で50インチの大画面に映る何がしを逐一チェックしていた。まあ俺はクソ漏らしていいけどね、これからもずっとね。次回シャレた紙パンツご期待ください。もうまともに歩けないしな。いや普通に歩ける。